あ、レインボーだ。やった。はい、よし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 。で、もちろん右支柱はオール1500個。いいですね、早かった。まあ、これもね、連打で、あー、いた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 。オッケー。まあ、ほら、もう。それももう皆さん大好きなね、あれですよね。はい、おはようございます。久しぶりの段級日記でございます。というわけで今日はですね、こちら T うるせえやつらエターナルラブソング導入されたばかりの新台打っていきたいと思います。でもう筐体見たら分かる通り、こちらニューギンさんの台となっております。ニューギンさんといえば毎月2日と22日はニューギンデーということで、ぜひ毎月2日22日は、ニューギンさんの機種で皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうかということで、さあ早速段級日記やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあそれでは打っていきたいと思いますが、あ、そうだ、カスタマイズあります。もう今主流ですよね。まあ、僕は先バレ入れちゃおうかな。はい、ちょっと先バレを入れてやっていきたいと思います。入賞時にあの先バレ発生すると、まあ、その時点でトータル信頼度約 45% と、まあ、もちろんね、その後どこに発展してどんな演出が来るかというのも大事になると思いますけれども、まあ、割と僕は、まあ、初めて打つ機種とかこういうカスタムがあればね、先バレとか先読みチャンスとかをね入れがちです。もう熱い瞬間がはっきりするので。さあというわけで、まあいろいろねちょっとご紹介していきたい部分はあるんですが、まあ、まずは今回ラッキートリガー搭載機ということで、目指すところはもちろんラッキートリガーの超電撃ラッシュになります。まあ、まずは王道のハイミドルということで、図柄ドリルの確率が約319分の1となってます。まあミドルスペックですね。で、高いラッシュ突入率というところ、まずですね、初当たりの 70% でラッシュ突入です。当てれば 70% でラッシュ突入になります。でしかもですね、その通常のラッシュでも十分やれますよということで、結構ね、そのメインラッシュがあの性能いいんですよ。突入率が 70% ありながら、メインのラッシュですね、ラッキートリガー入る前の通常のラッシュが継続率がまあ約 77% で、大当たりはすべて1500個ということで、まあ、これだけでもね、今までまあよくあったその ST タイプのパチンコ機に劣らないスペックですよね。さらにですね、ラッキートリガーの突入率がだいたいラッシュ突入時の3回に1回ぐらいはラッキートリガー入るということで、まあ1日打ってれば何回かねラッシュにも入るでしょうし、まあ、ラッキートリガーに入るチャンスは十分ありますというところですね。でもちろんラッキートリガーに入れば通常のラッシュよりも優れた性能となってます。継続期待度がまあ約 85% ありますと。でもちろん、オール1500個になってます。でラッキートリガー突入時の、期待出玉約 13,890 個って言われてるんですけれども、ラッキートリガーに入らなくても通常のラッシュでも、まあ、77% の継続率があって1500個全部もらえるということで、まあ、そこだけでもね結構楽しめるスペックになってます。僕実は昨日ちょっと打ってるんですけど、ラッキートリガーなしで通常のラッシュで、7500発ちょっと出てるんですよ。でそこからラッキートリガー取ってっていう感じで、まあちょっと短い時間でもう1万何千発的に出ちゃったんですけど、ラッシュ突入率も高い上にラッキートリガーもそこそこ入ってくれるっていうところで、もう本当にね追求されたやれる黄金比ということで、まあかなりバランスの取れた設計になってますので、まずそれをねお伝えしたいなと思ってました。やれる気しかしないんですけどね。ちょっと静かすぎるんで、気持ちを高めるためにもう一番僕が好きな曲にします。はい、もううるせえやつらといえばラムのラブソング。まあこうやって楽曲で気分変えれるっていうのもいいですね。まあメジャーな曲からパチンコオリジナルの曲まで全部で9種類かな搭載されてます、通常時。これは非常にね気持ちの面では助かりますよ。あ、ダッペチャージ入った。
これアタッカーに打ちを立ててチャージするって、まあ、しっかりこれが右打ちして球をもらいましょうって、まあ、ちょっとおまけ的な要素ですね。まあ、通常時ねこの脱皮チャージ時々入ることがあります。でアタッカー入賞させれば弾もらえますんでね、300個かな、はい。というわけでちょっと弾もらえました。まあ当たりの一種ではあるんですけど、まあ最初ね図柄揃いの確率が約319分の1っていうお話したじゃないですか。でこの脱皮チャージはその319分の1には含まれていないので、まあ、本当におまけ的な感じです。データカウンター上は、まあ、当たりが上がるんで回転数はリセットされてます。まあ、とりあえず当たりは当たり、当てました。まあ、脱皮チャージを機にね流れがちょっと変わってくれたらいいですね。ちょっとアタッカーが開いたことでこの台自体にも今日まだ入ってないところに球が入って目が覚めてくれればいいけどな。何も来てません。まだ脱皮チャージが終わってからはすでに158回転630回転ぐらいですね。トータルでは回してますね。先払い630分の0。え、バグかな、そんなわけない、これぐらいのハマりでそんなこと言っちゃいけない、分かってますけど、せめて先払い見せてよっていう気持ちです。おー、やっと来たー、強発の先バレが。もうね打ち始めてからは700回転近く回してます。いやー頼むよ、やっと見れたよ先バレが。まあ、この妄想ゾーンの中ではウェディングゾーンが一番強いんですけど、どう妄想ゾーン、まあまあでもこっからですもんね。でピースは6つ集めればコンプリートなんですが、今6分の2。いやまだ全然強くないですよ。で保留変化、緑か、いやちょっと微妙じゃない。まあ疑似さんまではこの辺ではチャンスで、まあ、コンプリートしましたね。ただピース青なんですよね。ピンクのピースコンプリートなら強いんですけど、さああとはどこに行くかな。で SPSP リーチだと、まあ、どこに行ってもだいたい 30% ぐらいの信頼度、ストーリーだと 60% 以上あるんで、まあ、発展先も結構重要。あー時計も12時のとこで、あ赤タイトルですね一応ね。ただリーチが弱い。おラム、さあここからよな。あでも SPSP リーチですけど、まあ、赤タイトルですね。いや結構いけるかも、あるんじゃないこれ。テロップも赤、チャンスアップしっかり絡んでますよ。絶対当たってほしい。いやマジで頼む、当たればラッシュ突入率 70% あるんで十分ラッシュに期待が持てます。いけ、よっしゃ当たった、あー遠かった。脱皮チャージが終わって211回転ですか。ただもうここまで44本使ってます。でこの後どこに行くか、ボーナスか、まあ、電撃ラッシュ取れるか、あるいはハイパーディスティーボーナス取れるか。さっき隣の台がね緑図柄でハイパーディスティーボーナス取ったんですよ。ここで
電撃ボーナス、電撃ボーナス、あ、ボーナスあるか。いやでも電撃ボーナスが圧倒的に多いな。ボーナス1個しかない。 OKOK、 これでとりあえずラッシュは獲得です。通常のラッシュ、あーよかった。さあここからよ、ここから。はい、でまあここはハイパーディスクリーボーナスじゃないのでまず300個もらいます。さあ楽しい時間を始めましょうか。で改めておさらいすると、電撃ラッシュは、121回転プラス残保留4回の ST ですね。でラッキートリガー発動するとこの121回転が160回転になりますと。でこの電撃ラッシュ中の大当たりでまずはラッキートリガー準備状態に入れれるかどうかというところですね。で ST 自体は2部構成で残り50回転までは、まあ、こんな感じで結構こう、まあ、高速消化というかサクサクいきます。で残り50回転からはモードを選んで、まあ、演出を伴うこう ST になりますね。はい、よし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 。でもちろん右支柱はオール1500個、いいですね、早かった。でこの電撃ラッシュの大当たりの 20% ラッキートリガー準備状態が取れたかどうかっていうのは見た目上わからないんですよ。ただラッキートリガー準備状態いけばそこでの当たりはラッキートリガー発動になります。そのラッキートリガー準備状態に行ったかどうかを裏ボタンで見ることもできるんで、ちょっとそれ試してみたいと思います。ラウンド消化後にこの点撃ボタンがこう点滅するんですよ。点滅した時に押して筐体のランプがもう消えれば、ラッキートリガー準備状態に、まあ、入りました。まあ約 20% 取ってましたよっていうことになります。さあもうすぐこれで大当たり終わりになりますんで、終わると点滅します。はい、ここですね、押す。で今消えてないんで、まあ準備状態は取れてなかったということですね。さあサクサクいきましょう。で残り50になったらモードを選べます。で煩悩モードと面倒軍団モード、まあ面倒軍団モードでいきましょうか。まあ結構面倒軍団モードはまあニューギンさんらしいというか、なんかこう馴染みのある演出をね楽しめたりもします。高速消化の ST が最後まで続くわけじゃなくて、こうやって残り50回転で一旦こう間ができるので、もう何もなくさーっと終わる感じじゃなくて演出楽しめるのがいいですよね。お、さあ黒くなって、天敗はない。怖いな、残り30。青は弱いですね。あ、緑になった。でこれ発展すればチャンスですね。でこれ面倒と当たるのをこう対決とかになると熱いです。でこれおなじみの縄文到達的なやつですね。まあこれもね連打で、あー、いた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 。オッケー。まあほらもうこれももう皆さん大好きなね、あれですよね。さあこれで3連目ということになりますね。まあ結構ね121回転あれば約87分の1なんで十分大当たり引けちゃいますよね。まああとはラッキートリガーにたどり着けるかどうか。ラッキートリガーたどり着くまで終わらせたくない。はい、あー消えない。まだ行ってないです、まだ行ってないです。まあとりあえず121回転頑張りましょう。はい、
早い。4連目この辺りで 20% 取れてないかな。さあこれ枠の両サイドを見ておいてくださいよ。まあどっちかだけでいいですけど、消えるところを見たい。はい、あー消えないですね。当て続ければいいんだ。当て続ければ。さあ再び残り50回転ですね。では今度は煩悩モード選んでみましょうかね。まあ、当たるが妄想の世界でこう演出を繰り広げるという、まあ、そういうモードになります。煽ってますね。さあイルミ入ったよ。あ、さくらで、これキャラによって信頼度が違うんですけど、さくらは選ばれた時点で 70% あります、信頼度。これチャンスですね。いやこれは大丈夫でしょう。あーダメ。いやー痛いな。残り38、6、5、4、3、あーダメかー。あとは残保留4回ですね。ラッキートリガーは取れませんでした。頼む、もう一回引き戻してくれ。4回転多分ここは転廃すればね、もうその時点でだと思うんですけど。あー終わったかという、まあこれが通常のラッシュですね。なかなか最初の先割れ発動まで遠かったですけど、1回目の先割れが当たりにつながってくれたのは良かったですね。あー来たよ先割れ。さあさっきのラッシュが終わって、まあ、100回転ちょっと回したところになりますね。本日2回目の先割れです。当たってくれない。あーダメか、ちょっと弱かったですね。さっきの SPSP とはもう明らかに内容が違いました。やっぱりそうだ、先バレ入れてると先読み自体気にくなるんですね。あと保留喧嘩とかも他の台見てるとやっぱ普通に来ますもん。まあでも先バレはやっぱこれ最初はとりあえずちょっと先バレから行きますみたいな感じでしたけど、先バレ一発目で当てちゃったんで先バレの虜になっちゃいましたね。ほぼ先バレで十分ですね。おっと先バレプラス天撃バイブ入りました。これは熱い、これは熱いよ。よしよし、持ち玉持ち玉。まあ、天撃バイブカスタマイズ入れてなくても熱いんで、しかも 7-3 これ7点とか、この赤のチャンス目か、同色。うわー 7-3 で当たってくれればね。あ、次回予告も来た。ハイパーディスティニーボーナスになります、 3-7 だと。あー、キセルも来た、見れた見れた。うわ、写真撮りたい写真撮りたい。これです、間に合い。よし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 。で、まあ、リーチは SPSP リーチですけど、もうこれはかなり熱いですね。赤保留、いやでも見たい演出が一つ見れてよかったですね。注目演出1個も出てなかったんで、ここまで。さあ、あとはしっかり当ててラッシュは取ってほしいですよ。
あ、いいですね、カトゥーム赤い。うん、まあ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 、それはそれは当たるでしょう。さあ、あとはしっかりね、70番のラッシュ取れてるかどうか。持ち球1000、まあ1400個以上は残してます。ボーナス、電撃ボーナス、ハイパーディスティニーボーナス、ハイパーディスティニー、電撃ボーナス、ボーナス、電撃ボーナス、電撃ボーナス、電撃ボーナス、オッケー。さあ2回目のラッシュ、よし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 、なんとかなんとか、ちょっと焦りました。どう、あー消えない、まだです。いやー、さっきよりも伸ばせず、で今回はまあボーナス2回という結果でしたね。さあ果たして3回目のラッシュがあるかどうか。そしてまあラッシュ3回で1回はラッキートリガー発動ぐらいの台なんで、もう1回ラッシュ入れたいっすね。わー来たよ、めちゃめちゃ早い。今まだラッシュ終わって14回転目です。さあここまでは先割れ3の2で当たってます。今回ね、天撃バイブなかったですけど、期待度は約 45% 今の時点で。ストーリーリーチが見れてないんでね、そこ見たいですね。ガールハントゾーン、さあまあこれもいくつかあるゾーンの中の一つですが、カールハントゾーンは今日初めて来ましたね。3人ストック、キャラストックも、まあ、人数も大事ですけど、まあ、ラムがいるかどうかでだいぶ違うと思います。あ、でも赤イルミ入った。まあここも先バレ入ってるんで SP、まあ、SP 以上にはね間違いなく行くでしょうけど、あ、ストーリーかウェディング、これ結構強くないですか。あ、ウェディングゾーン行った。さあこれも注目演出の一つ、まあ期待度的には 62% ぐらいですかね、ウェディングゾーン突入時。あ、レインボーだ、やったやった、めっちゃ早い。いや楽しくなってきた。ちょっと朝は正直きつかったですけど、先バレまでが長すぎて。今めちゃめちゃ楽しい。プシュンしたよ。あ、ってことはまた来た、こたつ猫キセル予告、かっこいい。で赤タイトルですね、SPSP リーチ。で当たり軽くなってきましたね。はい、ラッシュ終わって16回転です。めっちゃ早かった。さああとは電撃ラッシュか通常のボーナスか、ハイパーディスティニーボーナスか、ハイパーディスティニー、電撃ボーナス、ボーナス、電撃ボーナス、ボーナス、あ、ちょっと弱い、ちょっと弱いか、ボーナス2つある。 OKOK、 さあ3回目、これでラッシュ3回目になります。果たして3回に1回ラッキートリガー獲得となるのかどうか、いきましょう。いや面白いですね、こうなると面白いですね。よし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 、
外れるのとね、結構熱いやつ。リベンジ転敗。2連続外したらダメよこれ、2ゲーム連続しかも。あ、赤ボタン OK。 2連目。通常ラッシュでこのスピード感はたまらんですね。このラウンド終了のたびにちょっとドキドキしますね。消えてくれないかなと。あー、消えないか、まだ消えないか。まあこれをね、見なずに次のあたりでプシューンするかどうかを楽しみに待つっていうのもいいんですけどね、僕はちょっと知りたいんで、その状態、あと消える瞬間が見たいんで押してます。わお、キュイーンキュイーンキュ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 イーンが鳴りました。さあこれで3連目、早いぞ。ここも赤ボタン。さあそろそろ、そろそろいいんじゃないかな、言ってくれても。あー、消えないですね、まだ行かないですね。さあ保留にひびが入りました。まあこれも先読みですね。あ、ラムだ。さあそして当たる対面堂ですね。一発、一発なんない。まあ一発なくてもさっき当たってるんで。おお、お見事出ました。4連目。ただもうこのラッキートリガーなし、通常のラッシュで持ち玉でもうこれで7000玉超えてきます。ラッキートリガーがおまけとまでは言わないですけど、まあ、通常のラッシュでしっかり勝負できるっていうところが、まあ、これで十分わかると思うんですよね。やっぱ 77% は大きいですよ、継続期待度。さあ行くよ。ああ、消えない。なかなか 20% が取れないですね。いやー、まだ準備状態にも入れれないですね。さあここは4連で残り4回転。うわー、ダメか、残り1。なかなかラッキートリガー発動させれず、3回目のラッシュがあとザンホール4回で終了になります。1回ぐらい経ってほしいけど残念。ラッキーキートリガー発動させれず。まあこれでね、別に通常のラッシュも十分あの1万発ぐらい目指せるなっていうのは分かると思います。もうちょっと頑張らないかんのは僕の方ですね、これはね。3回もラッシュ来てくれてるのに、お願い。よっしゃ、当たった。さあ4回目の当たり。あ、ボーナスない。よしよしよし、ハイパーデスティニー来い。まあ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 、電撃ボーナス。これ4回目のラッシュになります。駆け抜けはやめてくれ。ラスト最後にこれか。さあというわけで結果的には、マイナス6020玉と、まあ、残念な結果に終わりまして、まあ、ラッシュ4回やりながらラッキー取りが取れなかったのは残念でしたけれども、まあ、今回のね、この P うるせえやつらエターナルラブソングがどういう題かっていうのは、ちょっとは分かっていただけたかと思います。まあ、とにかくね、僕はもうコンテンツも好きですし、まあ、スペック的にも非常に魅力的だなと思ったのでまた打ちたいと思っています。さあそして、今日打ったこちらの台、ニューギンさんの台となっておりますが、毎月2日そして22日はニューギンデーということでニューギンさんの方も銘打っておりますので、ぜひね、そのニューギンデーでは皆さんニューギン機種楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけで今回の実践はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。